はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井聡太棋聖対渡辺名人の棋聖戦第2局のハイライト曲をいただきましたのでやらせていただきたいと思います。一応、盤面4図までということで許可をいただいておりますので、その範囲でやっていきたいと思います。ということでハイライトしたいのが今152手目ですね。渡辺名人が8九歩成となったところで、ここで藤井棋聖が鮮やかな決め手を指して一気に勝ちに結びつけました。それがですね、ここから7五の銀を6六に捨てる手ですね。これが素晴らしい一着で、仮に同金なら3一馬と突っ込んで後手玉が受けなしになって先手が勝ちになります。1二玉なら1四歩とつきまして、同歩なら同香と取って、1三歩なら同香成同桂1四歩で必至がかかるという仕組みですね。で、先手玉は5七銀成としても5九玉で、これはちょっと5八歩なら同角で詰みはありません。またあれですね、1四歩に2二銀打ちと受けるのも1三歩成となりまして、で、同玉なら1四歩と打ちまして、1二玉なら1三金、同玉と取るのも1四歩と打ちまして、引けば1三金で詰むので同玉なんですが、そこで1五歩と打って、仮に同玉なら2六金、1四玉、1八飛車まで詰みますし、また1三玉と下がるのも、2一馬と馬をにじり寄っておけば次の1四金が受からず必至となります。まあ、1四歩と受けても同歩同玉に1五歩取って、1三玉なら1四金、同玉も2四金、1四玉、1八飛車まで詰みですね。1五合駒なら同飛車で詰んでおります。まあ、ということでこの6六銀が鮮やかな決め手で一気に勝ちを手繰り寄せました。まあ、実戦はこの6六銀に対しまして渡辺棋聖が4二歩とあまりにも辛い辛抱をしていったんですが、まあ、この4九の角を7六に上がって遊んでいる角まで活用して、藤井棋聖が、まあ、AI の評価値でいうところの3000点ほどの勝勢ですね、勝勢を築き上げました。そして最後の決め手は藤井棋聖が3七の銀を4八に引いた手になりました。これが161手目なんですが、この銀で仮に同成銀なら同飛車と取って次の3一銀からの詰めろになりますし、また4六成銀とじっと我慢するのも3一金というのが続手の攻守になります。が、一例として次の3二金打ちを防いで、3二歩と受けても2四歩と突く手が攻守で、仮に同銀なら4二馬で次の3二金を見せれば後手玉が必至級、先手玉は全く詰みません。まあ、同飛車なら同とまでほぼ必至ですね。また同歩と取るのも2五歩と継ぎ歩しまして、仮に同歩なら同飛車と取りまして2四歩に5五飛車と金を取るのが決め手になります。が、同歩ならこう7六の角を使って3二角成1二玉そして2三金まで詰んでますね。まあ、ということでこの4八銀が最後の決め手となりまして、渡辺名人が最後形を作って終局となりました。最後は2二金と打って渡辺名人が投了になりました。投了図以下は3三玉なら4二銀ならずと取ります。で、仮に2二玉なら3一銀打ちと打ちまして、1二玉なら2二金ですし、3二玉も2二金と打って4三玉に5三馬と突っ込んで、3四玉3五馬と、まあ、2五に逃がさないのが強者ですね。で、4三玉に、4六飛車とこの強者を取って同金に5三銀なり3三玉3四香という少し調節ではありますが詰みになっております。そしてまたあれですね、4二銀ならずに同飛車の場合は同馬と取りまして、同玉に3二飛車と打ちます。そして5三玉に4四銀が攻守ですね。同玉なら4二飛車なりで何を合駒しても3四玉とかわしても3五金まで詰みとなります。なので、まあ、6三玉とよろけるんですが、そこで6四金と捨て駒しまして、同玉に5五銀とこの落ちている金を取るのが急所になります。以下、まあ、同玉に6二飛車成となりまして、で、合駒なら6五金の頭金で詰むので7四玉なんですが、そこで6五角と出まして、王様をかわして8五金までの詰みとなります。まあ、7五玉でも8五金ですね。まあ、ということで、あとは、2二金に対して4三玉の変化も一応解説しておきます。これは4二銀成と取りまして、で、4四玉なら3五金3三玉3二金で詰んでしまいますので、まあ、同飛車と取るしかないんですが、そこで4四歩と叩くのが急所の一着となります。
で、5二玉なら4二馬で、まあ、これは先ほどの変化とほぼ交流しますので、まあ、ちょっと省略しますが、まあ、同玉と取るとどうするかですね。これは5三銀と打ちまして、3四玉なら、まあ、3五金と打って、3三玉に、4二銀ならず、2二玉、3一銀ならず、3三玉、4二馬と、まあ、少し長手数ではございますが、綺麗に積んでおります。まあ、そして、4五玉の変化は、3五金と打って、これは一手詰めですね。まあ、ということで、藤井棋聖が、まあ、本当に71手目から、残り5分になったんですが、まあ、そこから、この投了の171手目までですね、なんと、たった3分で飛ばして、とうとう、1分将棋に入ることなく勝ち切ってしまいました。本当にちょっと恐ろしいですね。71手目から171手目まで、まあ、50手、まあ、藤井二冠が指したのは25手ですけど、まあ、25手ですね、たった5分で、5分のうちから3分しか使わず、たった3分で差し継いで、それでちょっと苦戦だったんですが、渡辺名人相手に追いついて、そして優勢になって、さらに終盤これだけ鮮やかな決め方をするということで、まあ、ちょっと渡辺名人としても驚いたんじゃないでしょうか。本当に、すごい勝ち方を見せてもらったなという感じがいたしました。まあ、戦前は渡辺名人の方が調子良さそうで、藤井棋聖が少し、苦しんでいる感じがしたので、渡辺名人乗りで見ていたんですが、まあ、ここまで藤井棋聖がなんと2連勝で防衛まであと1勝となりました。第3局は7月3日に行われます。もし7月3日に勝って3連勝で防衛となれば、藤井棋聖が最年少でのタイトル防衛記録、そしてタイトル通算3期による最年少九段昇段ということになります。またして7月3日、藤井棋聖後手番ですが、勝って昇段を決めることができるかどうか、それとも去年のように渡辺名人が止めるか、注目ですね。まあ、去年はちなみに藤井二冠の連勝スタートの後で渡辺棋聖が1勝を返して、第4局で藤井棋聖が誕生するという流れでございました。今年は果たしてどうなるでしょうか。それも楽しみに見ていきたいなと思っております。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。